エンリコ・チェルヌスキは、イタリアのイタリア統一運動時代の政治家、歴史家、愛国者及び、フランスで活躍した、銀行家、経済学者である、エンリーコ・チェルヌスキとも。エンリコ・チェルヌスキは、ミラノの裕福な家に生まれ、ミラノ大学で科学を学んだ後、1842年に、パビア大学で法学の博士号を取得した。しかし、法律関係の職に就くことはなく、 イタリア統一を目指す愛国者、革命家としての活動を始めた。失踪は、連邦共和国を目指すカルロカッターネオの影響を強く受け、サルデーニャ王国の拡大主義や国家体制より、統一と独立を優先するジュゼッペ・マッツィーニとは対立した。また、軍人のジュゼッペ・ガリバルディの支持者でもあった。1848年には、タバコの不買運動から始まったオーストリア帝国の 支配に対抗する民衆反乱、ミラノの5日間に参加。カルロカッターネオやジュリオ・テルツギなどとともにチェルヌスキは戦争評議会を設立し、民衆反乱を組織的な抵抗に変え、オーストリア帝国軍と戦うなど、主導的な役割を果たす。また、その後成立したロンバルディア臨時政府では、多くがサルデーニャ王国との合併を望む中、 サルデーニャ王国の拡大主義を否定した。しかし、オーストリア帝国軍の攻撃によって、ロンバルディアリンジ政府は崩壊すると、ジェノバやフィレンツェを経由しつつ、最終的には、マッツィーニやガリバルディなどが集結するローマに赴き、翌1849年に成立した、ローマ共和国の議員となった。ローマ共和国崩壊後、 チェルヌスキは1850年には逮捕され、ローマのサンタンジェロ城に短期間拘留される。二度の裁判を受け無罪判決を受けたが、ジュゼッペ・フェッダーリなどと共に、フランスに亡命する。亡命先のフランスでは、パリに居住し、19世紀では、最も重要な金融機関の一つであった、銀行クレディ・モビリエに1852年から勤め、数年後には、 取締役会のメンバーになるなど銀行家としての成功を収めた。また、フランス第二帝政を批判し、共和制国家の樹立をフランスでも訴えた。そのため、フランスを離れることを余儀なくされ、スイスに渡り、帝政が倒され、フランス第三共和制が成立すると、パリに戻ることを許されるが、極東を旅行した。旅行後チェルヌスキがパリに戻ったとき、 彼は絹や磁器、書物などで構成される東洋のコレクションを所有していた。そのコレクションは現在、パリにあるセヌルスキ美術館で展示されている。1896年、チェルヌスキはイタリアとの国境に近いフランスのマントンで亡くなり、パリのペール・ラシェーズ墓地に埋葬された。ありがとうございます。